皆さんこんばんは。今回はですね、豚肉、豚バラしゃぶしゃぶ用ですねの肉を使って冷しゃぶサラダ作りたいと思います。まあね、本当やることは簡単なんですけど、ちょっとだけね、ひと手間加えていって作っていきたいと思います。今回はね、いつも結構最近がっつりしたものを多く作ってたんで、食休めじゃないですけどね、ねー、そんな感じです。で、まず材料ですね、レタス、豚バラ、まあバラっていうかしゃぶしゃぶ用の豚肉ですね、にもやしで、まあ彩りパプリカと貝割れ大根、ミニトマト、きゅうり、玉ねぎ、結構ね野菜たっぷりでやりたいと思います。じゃあまず玉ねぎから、新玉です。でこれは普通に薄くスライスでいいです。結構ね野菜多くなっちゃうんで、そんなバカみたいな量はなくて大丈夫です。はい、4分の1ぐらいでいいかな。お次はきゅうり、半分にして斜めに、薄切りにしていきたいと思います。お次はパプリカ、これも薄切りにします。でその間にね、今もうずっとやってたんですけども、お湯、鍋沸騰させておいてください。2つ、もやしと豚それぞれ別々にね茹でるんで、でちょっと軽く水洗いしておきます。薄くスライスします。でもこのパプリカは正直その、まあ、栄養価も、ね、高いと思うんですけど、個人的にはもう色味の感覚です。で赤いのも同様に、でね、このもう元々僕切ったやつ使ったんですけど、この綿の部分は取ってあげた方がいいと思います。食べやすいと思うんで、軽く水洗いした次ミニトマトです。まあこれは別に切っても切らなくても皆様のお好みで、このね、俺もね、アンジェレって品種だったかな、これは食べられるの、好き、もはや好き、美味しいよ。みんなトマトが苦手って方でも多分これ、俺がそうだから食べやすいんじゃないかな。ではお次、貝割れ大根、水洗いしたやつです。もう茎からペイして、であとはこっちです。今回はブーケレタスっていうのを買ったんですけども、レタスです。こちらも、まあ、適当にちぎって水洗いしてあげるんですね。使う野菜はこんな感じ、綺麗。じゃあ、もやしと豚肉茹でていきたいと思うんですけれども、まあ、もやしは特にそんなないんで、まあ普通に沸騰した上に3、40秒ほど茹でてあげて、ちょっとシャキシャキ感残るかなぐらいで茹でます。で次、豚肉茹でるんですけども、こちら普通のお湯ですね、にお酒少々と塩大さじ1杯、これでね、肉の臭みを消しつつ、ちょっとね塩味をつけて、お肉自体美味しくしようかな。でちょっと一旦アルコールを飛ばします。はい、じゃあもやしはね、大体1分もしないうちに一回揚げます。じゃあ豚肉しゃぶしゃぶしときたいと思います。でまあちょっともう素手でやっちゃうんですけども、やっぱ開いてあげないとね、この形で固まっちゃうので、ちょっとめんどくさいかもしれないんですけれども、一応ね開いた状態でぶっ込みます。で最初のうちはなんかやってそうだけど、だんだん飽きてきてバーってぶっ込んできそう。正直しゃぶしゃぶなんで、もう数秒でっていうか、ちゃんと火が軽く通ればもういいん でそしたらまあこれすぐ冷やさずに一旦もうボウルとかに取っていきます。うん、やっぱりちょっとめんどくさかったね、手間。さっきほどみたいに1枚ずつね、きちんとこうやって入れてあげるのも全然ありなんですけど、こうなりましたね、やっぱり。で、なんか、こうやって、こうやれば、なんとかなるよね。ほら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 。ちゃんと開いてる開いてる。うん、大丈夫ですね。もう一気にバーやっちゃっていいっす。ちょっと意識してこう、崩すように、中でなんか振ってあげれば、ちゃんとばらけます。でね、ちゃんと火が通るまで。まあ、今回一気にパッて入れちゃって、ちょっと温度が下がったと思うんで、さっき1枚ずつ入れた時よりは長めに。で、こっちも一旦取り出します。はい。じゃあこんな感じで、これなんですけど、このまま、まあ、冷水でパッてもう冷ましちゃってもいいんですけれども、そして結構ね、油身の部分とか硬くなっちゃうんで、まあ僕は今回も冷水で締めようと思うんですけれども、普通に、ね、常温でちょっと冷ましてあげた方が多分
その油が無駄に硬くならずに、で肉の旨味とかも流れないと思うんで、もし時間があるんだったらちょっと常温で冷ましてあげての方がいいかもしれないです。まあそこら辺はね、もう時間がかかるので皆様のお好みで大丈夫です。ちょっと味見してみます。一個臭みはない。ちょっと塩気が入ってる。もうちょっと塩入れてもよかったかなって感じだけど、美味しい。じゃあこれちょっと冷まします。じゃあね、全部処理が終わったので盛り付けていきたいと思います。まずレタスで、センターにもやし置いときます。豚冷しゃぶっすね、どっさりのせます。正直こんだけもやしがあったらね、もう麺じゃないけどサラダうどんじゃないですかね、それくらいの量はあると思うんで、はい。であとはお好みで野菜散りばめていきます。じゃあこんな感じで、もうめっちゃ野菜たっぷりの冷しゃぶサラダ完成です。であともう一個ありますで、なんですけども、今回はあとこのタレなんですけど、こちらね普通にごまだれ、これ全然使ってもいいです、このままでいいんですけど、でしゅんちゃんはね多分こっちの方が好きなんで今回このままかけてもらおうと思うんですけど、僕はちょっとね少しだけアレンジして、ごまだれと半量ぐらいですと黒酢にごま油ちょっと、でこれ混ぜ合わせます。で僕は今回このごまだれなんですけども、黒酢ごまだれにして食べたいと思います。ごまだれ黒酢、黒酢ごまだれ、はい。前回ね、動画で多分これ概要欄に貼ってあるかもしれないですけど、作ったあの薬味の薬味もりもりのやつですね、今回こちらまた作ったので、こちらをちょっと豆腐にのせてそれも食べて、今日はもうめっちゃヘルシーだけど量はたっぷりみたいなの食べたいと思います。じゃあ早速実食していきたいと思います。では実食していきたいと思います。いただきます。いただきます。もう皆さんね知らないかもしれないですけど、こうちゃんマジで生の野菜がめちゃくちゃ大好きなんですよ。はい、食べていい？はい、俺の方は黒酢の方です。はいはいはい、黒酢ドレッシング。まあまず肉と一緒にね、はい、いただきます。うん、食べづら量よ。いやいや、うん、合う、合う、うん、うまっ。どんな感じ、黒酢の感じは。あ、結構酸味があるか、ちょっと食べていい、うん、食べていいよ。ちょっとこっちと比べてね。確かに比べないとね。肉だけかい、野菜取んないの。うん、こっちの方がやっぱ甘みがある、ごまだれだけだから。あー、でやっぱ酸味が足されてるから、うん、ちょっとトゲがあるけど、うん、俺はこっちの方がお酢の、あ、食欲増進だから、夏とかはこっちの方がいいんじゃないかなって感じ。やっぱこっちの方がしっかりしてるけど、ちょっとこってり感はあるじゃん、ごまだれって。こっちの方があっさりはするかなって感じ。子供は食べれそう。あ、食べれると思うよ。あ、じゃあいいんじゃない、すごい。あの普通にさ和風ドレッシングとかあるじゃん、うん、あれくらいの酸味。へえー、ちょっと全然、うん、じゃあ いただきます僕も。大好き、うまいよね。どっから食べたら、ちょっと皆さんごめんね、今日多分結構ボロボロこぼれるかもしれないこれ。攻略が、あ、夏の超山盛りになってるかき氷的な感覚だよね。そう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 、これ美味しいでも本当に。新玉だから全然辛くない。これは本当に何だろう、野菜があんま取らない人にとってはすごいありがたい料理だと思う、うん、僕みたいにあんま生野菜食べない人、食べやすいじゃんもんね。食べやすい、やっぱごまだれってさ苦手な人でも結構食べやすいよね、多分野菜があったらお肉だね。うん、あ、これもやし入ってんのもいいかも、うん、サラダ感がなくなる、すごいシャキシャキ。あんまり量作んなかったせいで舌に浸透してなかった、全く。うん、なんかね、もやしと豚肉食べた時はもうなんか鍋料理食べてるみたいな、もうめちゃくちゃうまいんで。うまいね、やっぱ冷やしだからさっぱりしてるから、うん、夏とかにはすげえ。だからこれからの季節どん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 、うん、食欲が増す料理だと思う。あとお肉そんな硬くなくない？やったの？めっちゃ柔らかいわ。あんまりその冷水にさらしすぎちゃうと、うん、固まっちゃうらしいんだよ、油と一緒に。あ、だから本当はもうパッと軽く熱を取るぐらいで、あとは普通に常温で冷ました。いいですね、ひと手間だね、うん、当たり前に食べてたけどお肉めっちゃ柔らかいわ。
あと一応塩と酒で煮込んだというか、あの湯がいたから、うん、臭みもなくなってちょっと塩味がついて、肉自体もすげえ美味しい。あと、うん、これ個人的なあれなんだけど、うん、これ全部結構今回買った生野菜が結構こだわってるんですよね。このレタスめっちゃうまいんですよ。これフリルレタス、ね、そう、これめっちゃうまいよね、うん、あのレタスってさ、ちょっとさ苦味があるじゃん。これも全然苦くないんだよ。ないね、本当に。ちょっと食べてみて。でもお店でさ、こんな感じで出ること 100% ないじゃん。でもこれで食べたいよね、本当はね。それがうめえから俺すまあ、こうちゃんのお店ができたら行きたいって言ってくださるあの視聴者さんのコメントの気持ちがすげえわかる。もうな、本当に惜しみないからさやっぱ美味しいもの食べてほしいじゃん。そうだね、作り手のなんかこの気持ちがめちゃくちゃこもったこのね、これたまんないだろうな。こうちゃんめっちゃやばいよ。うまい、合う。衝撃的なうまさ、マジで。うん、ま、これいつもの豆腐と違うな、うめえな。なんかいい豆腐が違うだよね。ちょっとこれ一丁豆腐がめっちゃうまい。こうちゃんこれやばい。一丁150円です。あ、50円ぐらい高いのか。いや、もっと高いか、うん、一丁大体80円だもんね、いつもね。めっちゃこれめっちゃうまいよ。こんなに美味しいと言われている豆腐がね、すごいなんかめっちゃ滑らか。うん、本当だ。本当豆腐めっちゃ好き俺。美味しい、いろんな味がする。最強。これうまいな。うまっ。冷ややっこじゃないね。うまっ。冷ややっこ食べて、例えばダイエット中でさ、うん、冷ややっこ食べたいとかも絶対するじゃん。飽きるじゃん、うん、全く別の料理になるほんまに。すげえ美味しい。めっちゃうまいこれは。僕よりね、皆さん意外と思われるかもしれないですけど、こうちゃんの方がこういう料理めっちゃ好きなんですよ。たまにね、生野菜取りたいっつってね、こういうの作ってくれるんだけど、だからありがたいよね。野菜が本当に好きなんですよ俺。肉ももちろん好きなんですけど、うん。ということで本日はですね、野菜たっぷりのビーシャブサラダ、豚しゃぶサラダね、はいはい、をこうちゃんに作ってもらったんですけども、あのね、やっぱり一つ一つの素材にこだわってるから、あの新玉だったりとか、うん、そのレタスとかも、あの僕たちがねよく食べてるそのサラダ用のねレタスを食べてたりとか、あとやっぱこうちゃんがねさっき言ってたこの豚肉ね、豚肉のこの一手間が硬くないから、すごく馴染むんですよ、うん、なんで口が疲れないでもうどん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 食べられるっていう感じが本当に美味しいです。だからただのそのサラダとはちょっと言えないぐらい本当に美味しいサラダになってると思うんで、ぜひね、レシピ参考にしていただいて、絶対作ってもらいたいっていうのと、やっぱりこれ、まあ豆腐が今回非常にうまかったんだけど、薬味がやっぱり合う、本当何にでも、うん、前回本当そうめんの時にもびっくりしたんですけど、もう豆腐とかももう豆腐とは思えないぐらい別の料理に感じるぐらいめちゃくちゃ美味しいです。これ薬味やばいね、これね、やばい、はい、っていう感じです。僕の感想は本当やっぱこれからの季節はどんどんおすすめになってくる料理になるんじゃないかなっていうのと、うん、やっぱダイエットしてる人にとってはすげえいいと思う。すごいいいと思う。栄養もいっぱい取れるし、あとは何より飽きない感じ、うんうんうん、このやっぱ一工夫入れることによって全く違う料理になっていくんで、普通にね豆腐食べるよりやっぱ薬味たくさん入れた方が絶対に食は進むと思うし、飽きずにダイエットも続けられると思うんで、ダイエットしてる方にもすごいおすすめなんじゃないかなっていう感じはしました。はいはいですね、はいはい、ですね。そうだね、俺がいろいろあるよね。俺が言い過ぎちゃうっていうのもあるし、こうちゃんでも美味しいの一言でね済むのもね、いいとこですから、ね、で今回うん、まあ普通にこう作ったんですけど、うん、まあもっとね、まあ正直もやしがこんだけあったらもうこれだけで十分主食になるんですけれども、うん、下にねラーメンとか引いてあげて、ラーメンサラダみたいにしてあげたらもうこれそれで本当に一個完成すると思うんで、そういうのもおすすめだと思います。そうだね、そういう場合はね多分ね、これを半分ぐらいで人1、2枚でもいいかもしれない ね、うん、結構な量だから、多分これに麺もし煮玉とか入れたら多分家族全員で食べられるレベルで本当に満足できる料理だね、本当に。はい、はい、ということで、はい、とっても美味しいです。ぜひぜひ皆さん作ってみてください。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ、バイバイ。